INI ロックス。多分みんないると思うんで、みんなと話したいな。ちょっとじゃあリーダーのまさやくんに電話かけちゃいますね。出ますかね。さあ出るか。出なさそう。うわ、もしもし。あ、もしもし。でした。あ、INI ロックス担当講師の高塚ひろむです。は？どういうこと？いや、今ね、ちょっとスクールオブロックっていうラジオ番組中なんですよ。はい。で、それでちょっと今まさくんの声が、はい、聞こえてます。皆さんに、リスナーの皆さんに。こんにちは。あ、じゃあちょっとまず自己紹介してください。あ、INI の木村雅也です。はい、木村雅也です。はい、生徒の皆さん、これINI のリーダーです。この方が、はい、みんないる？みんないる？みんないます。みんないますね。本当？え、これみんなちょっとスピーカーにしてもらって、はい。皆さん、自己紹介お願いします。あ。もしもし。お疲れ様です。もしもし。はい、後藤だけです。よろしくお願いします。こんにちは、INI ロックス担当講師の高塚ひろむです。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、ちょっとみんなにね、ちょっと何ですか？ちょっと待って。一旦落ち着いてね、ちょっと俺からちょっとみんなに話したいことがあるから。え？ちょっと聞いてもらっていいですか？みんな来て。みんな聞いてって。担当講師の方が。騒がしいな。どうしたんですか？ね。いや、ちょっとみんなに伝えたいんだけど。大丈夫？ちょっと言わせて。俺の言いたいことを言わせて。一回聞こうか。自分だから、始めたの。ね。なんかいいな。早く言えよ。はい。すいません。いや、いつもちょっと、なんだかんだで、ちょっとみんなにそっけない態度とかを取っちゃってるんだけど、まあ、いつもありがとうっていうことを伝えたかったんで、電話させていただきました。あ、もしかして今収録中ですか？おい。じゃあね。ありがとう。ありがとう。じゃあまた後でね。プロペットもありがとう。ありがとう。じゃあ、それだけです。バイバイ。僕が早く来て。はい。もう、騒がしい。いや、もう全然、もうこういうグループなんですよ、INI。まあでもね、それがいいんですけどね。